井加七ある完全犯罪人の手記「丸月丸日私はいつものようにまだ川の表や町全体に深いもやのかかっているうちに朝の散歩を急いだ人に顔を見られることをこれほど嫌うようになったのも精神的な病気が更新しているためであろう」 平成に試作をすることが可能なのはこのミルクの海を泳いでいるような深いもやの中で散策を続けている十数分数十分のうちに過ぎないそれとても突然として白い膜の中から現れる思いがけない人の姿によって破られてしまうことが多い自分が好き好んで住んでいるとはいえあの かつては座敷牢であったことに疑いのない蔵の二階にいる間は現在も肉体の病苦からは逃れているもののなぜか頭の中の歯車の一つが絶えず不規則に動き回り私を狂わせずには置かないと猛威を振るう今朝、いつもよりは少し早くそよ風に乗って静かに流れていくもやの潮流に流されながら 平静な楽しい散歩を続けていたと古い石橋を渡った散髪屋の角で出会い頭に誰かとぶつかりそうになったいつものように私は表を下げて大衆に道を譲ったすると向こうもまた私の下げた方へ方を移す自分は立ち止まったすると 先の男も立ち止まる。その動作に何かしらわざとらしさを感じた思わず見上げると自分を見下している相手の険しい目と視線があった自分は思わず「あっと低く叫んだ」「丸月丸日私が」 病魔に屈して幾度か死を選んだ時病魔の影から顔を出し満足げにあざ笑った男その男こそ私が数日前もやの中の散策に街角で出会った人物である私は前にも記したように朝の散歩の時間において最も平静に思考しうる言葉を変えて言えば 精神的に最も平静であるしたがってあの時に会った男現実の人物かまたは私が白いスクリーンの上に見たかもしれない幻影であろうかという自分自身の疑問に対しても半然たる回答を与えることができる幻影ではない確実に 現在地上に生を受けているる。人間であるしかしもしあれが幻影でないとすれば赤澤宗三郎がこの世に再現したことになる完全な液体となり粉末と化して暗渠に流された人間が20年の歳月を経て再び地上に現出する。 こうした超自然的なことを誰が信ずるであろう事実科学者としてそうしたことを信ずる最後の人間で私はあらねばならない丸月丸日完全犯罪という言葉がある発覚されないように完全に遂行された犯罪という意味であるしかし自分は 果たして完全犯罪が可能であるかどうかを疑う。殺人の場合を考えると殺害の時間被害者の顎に、死体処理の長いシーンの一場面一場面が完全に犯人の脳裏に焼き付けられるこれは永久に消滅することなく犯人の希望せざる記憶として 彼の頭脳のどの部分かに密かに破壊し絶対に消いることがないそして最も強靭な神経の所有者に対しても時を得ればその場面場面が単独にまたはその一連の連鎖をもって必要に襲いかかってき犯人の贖罪を強いるこうした我と我が手による審判に そして食材の供養についに屈しなかった完全犯罪者が果たして幾人あったであろうか「丸る月まる日」「4月というに朝のこの寒さはどうだ」「家の中にいてさえ完全な冬自宅に火鉢がいる」「それが」 太陽がずっと昇り通尺の実を突き刺すような強い熱線がカッと放射されるともう立派に夏である軒の洗濯物は白い煙を立てて音のするような勢いで乾いていきじっと座っていても汗ばんでくるこれがまた正午を過ぎて太陽が少し勢いの弱まった斜めの光線を地上に投げかけると 突然スーッと冷たい一陣の風が窓から流れいるするとまたしても虚弱の身には急いで綿の入ったものを着なければならない気候の変化や気温の上下は病弱の身に人一,一倍敏感であるしかしこれがこの辺りの特殊な気候の様相であるという 自分は日本でも一二の健康都市と言われる京市の山麓に静かに住みながら知らぬながらにも何を好んでこの気候不順な S 町に移ってきたのであろうかそれも病気保養のために自分は何とも答えられないただ運命の大きな手が私を引き寄せたのだとしか 考えられない。「丸月丸日私の住んでいるのは離れの二階である」「少なくとも貸借関係の初めには離れの二階ということで話が始まった」「しかし私はその離れの二階なるものを見てあまりにもきいなその構造にあぜんとした」「離れとはいうものの 実は土蔵である。幅の広い昔風の堅固な土蔵であって入り口を入ると使用されていない開花の窓が閉じられて薄暗く危機さえ感じられる床板は頑丈な木材を用い巨木を思わせる柱の幾本かがさながら城の内部を連想させるように突き立っている右側に 二階に通じる階段があってこれを上りきると階段の部分の空間が横手から軽い滑車の音とともに滑り出す床板によって遮断されるこうした方法によってもしそうしたことを希望するならば二階にある人物を完全に隔離することができる言うまでもなくこうした目的のためにこの土蔵が いいい。つの日に建造されたことは疑いは疑ない部屋数は2つあって階段を上ったところが4畳でありその奥に10畳の間、それに2軒の立派な本床がついているこの10畳と4畳との部屋続きの両側に一軒幅の廊下があり最高は普通の土蔵のあの特殊な窓を少し大きくしたものが 両側に3個ずつついている従って日の光はまず申し分なく流れ込む洗面所手洗い場は階段を上りきった真横の一間を区切り古風な趣をさえ呈するものである私はこの2階に異常な興味を感じた興味は執着に変じた 蔵の持ち主が自分の病身の独身者を理由として契約に難色を見せると私は早速と自分の身の回りを委託するための老女を雇用した希望以上の借り受け料を支払うことを暗にほのめかしたそしてついにこの離れの二階を手に入れたのである 丸丸月丸日。モヤが濃い大川の表を軽く吹き渡っていた一陣の風が小川にかかった新橋の辺りの白い機体をそっと払いのけると気迫になったその部分にスッと雲の塊のような新しいもやがスーッと動いてきてたちまち元のように辺り一面を白い海にしてしまう。 私は大川の中洲をこの深いもやの中を散歩していた自分はもう何もこの世に執着はない生死を超越した悟りきった心境にある赤沢宗三郎の亡霊がそうしたものが実在すると私の信念を曲げて仮定しての話であるが私の食材を要求し 私の地上からの消滅を希望するならば私は喜んで彼の望みに応じる用意があるしかし私は今少しの時間が欲しい私の研究はもうほどなく完成する自分が赤沢宗三郎を殺害したことはたとえそれが いくたの人間を助けることを意味したとしても自分の貸借対照表の借り方の側にはその行為が大きく負債として記されている私は自分の命が終わるまでにこれをバランスさせるだけの資産世の人のためになる資産を作りそれを対象表の貸し方の側に新しく記入し貸借を平均させておかなければならない それがために今少しの時間が必要なのだ今頃人のいそうにないこの大川の中洲の向こうから大股で歩いてくる人間がある気づいてはっとした瞬間彼はもう目の前にいた私の前に立ちはだかるように立ち止まって私の表を真正面から凝視している 赤沢総座風呂である。一瞬冷たいものが私の背筋を走ったしかし次の瞬間には私は科学者としての氷のような冷静を取り戻していた私は静かに彼の表を見守りながら現実的な種々の観察を続けた2分3分 行き詰まるような重苦しい沈黙が2人を異常する不気味なほどに真っ白いもやの中を黒雲のように這い回った七分。八分。赤沢は前のように一言も発せずくるりと厳すを返すと再び 白いスクリーンの向こうに消えてしまった丸丸月日。赤澤宗三郎が奇跡によっていだこの世に生を受けているとすれば彼は54歳であるまたもし彼の亡霊が出現するとすればそれは彼の非殺害当時の378歳の若さでなければならないしかし 昨日の朝大川の素でもやのスクリーンを通じて自分が司細に観察をした彼は年よりは老けて見えると感じられるが3 2歳である彼の荒々しい呼吸と興奮に躍動する彼の顔面の筋肉は白く垂れ下がった分厚いスクリーンを通じてさえはっきりと感じられた彼は疑いもなく 自分たちと同じ人間である赤澤宗三郎以外の人物であるとすればあの宗三郎との外見的な驚くほどの類似をいかに説明するか答えは簡単である宗三郎の血を受けた者に違いやるまい話が血縁に関係すると自分は いつもやるせないまでの憂鬱感に襲われ、暗淡とした闇の中に突き落とされて、しばしは我に帰ることもない。私は、軽視で生まれて、軽視で育った。学業の数年間を除いて44年。自分はこの町を離れたことはない。母は、私を産むとすぐに病死した。父は新しい配偶者を求めることなく、 私は乳母の手によって養育された父は私が最高学府の教育を終えると少なくない資産を残して没したこう言えば話は平凡であるしかし私は幼い時から深い疑惑を密かに自分の小さな胸に抱いていた父は私の母に関しては何事も語ろうとせず 幼児折に触れて母のことにひと言でも触れると父の顔色はさっと変わってそそくさとざを立つか突然に面白いことを言い始めて大きな声で笑い私の関心をほかに向けることに努めたこうしたことが二三度あって私は幼いながらにも母のことは決して口にしてはならないのだとえとくした父は 私が大きくなっても母に関することは一言も語ろうとせずまた私もあえて聞こうともしなかった私がこの問題を父の前に提出しなかったのはそれが父にはタブーであることを熟知しているからにほかならなかったいやそれよりも実のところ私の心の底にあった真実の理由はそれほど単純な明確なものではなかった 私は母に関する事実を父の口から聞くことを極度に恐れていたのだ父は幼い時からかほどまでに自分を愛してくれたその父親が「お前は軽死で生まれた母はお前を産むとすぐに病死した」という聞かせてよければいとしごが 心の内では夢にまで恋焦がれているであろう母親のことである。毎朝毎晩でも語り続けてくれたことであろう。聞かせたくない事実が秘められていればこそ語ることを避けるのであろう。それを何を好き好んで秘密の箱をこじ開けようとするのか。中から飛び出してくるかもしれない悪魔が。 自分を不幸のどん底に突き落とすかもしれないではないか私はこう恐れていた父親はこの問題に関してはついに一言も口にせず有名堺をことにした「丸月丸日子供に秘められた血族関係の問題は世に多い」 しかしいかほど堅固な箱に封じ込まれていてもこの種の秘密は必ずその箱のどこかにリークを見いだしていつかは子供の前に多かれ少なかれ流れ出る私の場合この箱は非常に堅牢なものでありその上私自身それに近づくことをさえ回避していたのであるそうした自分に対しても リークから漏れ出した事実の一節一節は目を覆っている自分の前に静かに流れきていつまでも静止している自分の箱をそっと開いて細目を開けたそしていつかじっとその流出物を凝視していた私が希望せざるに知らされた事実は私は圭氏の生まれでないこと 他国で生まれのままれ、のに移されたこと部と呼ぶ十一違いのイボ系があること彼の母は創生したこと私の母は後添いであること彼女の名は稀勢といい兄を座敷廊に閉じ込めたほどに虐待したことそれがため彼は重死の時に家を出て消息不明になること 最後に私の母は私の出生直後に病死したのではなく六七年もの長い病気の後に没死したらしいことであるこれだけが箱から漏れてきた全部であり私が起有する悪魔はまだ飛び出さない彼は疑いもなく箱の底に薄気味悪い微笑みを表に浮かべながらじっと と翼をたたんでうずくまっているのであろうしかしこれだけの流出物からも自分ははっきりとこの悪魔の大衆を感じることができる私の母は私の生後4、5年もの長い病気を経て他界したという今またしても私は自分の頭の中の機械に 変調を感じる。健康な人間の心臓のように時間的に規則正しく回転していた歯車と歯車がギギーと嫌な音を立てて瞬間的に活動を停止するその度に自分は激しい憤りの場合に生じるあの妨害の興奮に似たものを感じ現世とも 天国とも地獄とも判断のつかないただ混沌たる世界に突き落とされるそれは長い時間ではないしかしその間の言動に関しては五穀いささかの記憶も持たないこの発作が本格的な形式をとるとき私は狂人と呼ばれなければならない私の母は この種の病気を経験したのではあるまいかそうとすれば自分の体内には母と同じ血液が流れているはずであるこうした恐怖すべき事実を自分から秘すために父はあの新郎ロークをあえてしたのではあるまいかもう 悪魔が箱の中から飛び出したのも同じであるしかし私は驚かないすべての覚悟はできている丸月丸日舎の幕をそっと下ろしたような薄いもやを通してもう木々の小あたりまで登った太陽が傘をかむって真っ白に見えるさながら春の宵いに見る 耐えいるような悩ましい十五夜の月である人はこう見るかもしれないしかしあの不気味にまで灰色に白い太陽の色はどうだ死体の処置を済ませて静かにタバコの輪を吹いた自分とあの時のシーンとがなぜか思い出される薄いもやは 自分が小川の上流を散策しているうちにすっかり消えてしまった。もう太陽は高いであろうにいつの間に曇ったのか、田たも農家もどんよりとして薄い鉛色の気体に包まれている。と傍らにうず高く積み上げられた堆肥の向こうから飛び出すような勢いで私の前に黒い影が突進した。彼である。 彼はいつものように私の前に両足を踏ん張って突っ立ったまま私の表を凝視した複雑な表情である私もじっと彼を見つめたがそれは彼が赤澤宗三郎の子息に相違ないという自分の衰断を確実にするためだった3分 4分私は口を開いた赤澤宗三郎さんのご子息ですねそうです彼は重々しく答えた私はあなたとお話ししたいご都合がよろしければ明朝を私の住家においで願いたい私は あなたた。かからの何らのの発言を希望ししていましたそして今日その目的を達しました彼は言葉のまだ終わらないうちにきびすを返すと小川の上流に急ぎ足で歩いて行ったすがすがしい新緑と言いますがさーっと来てすーっと晴れ上がったあとの緑ほど美しいものはありませんね。 と語られた言葉を思い出した今も初夏の雨らしくさーっと来た私は疲れた頭を執筆中の論文から話してはるか彼方のお山の麓に近い緑の木々の辺りを遠望している精神なすがすがしい新緑をがんすべき希望を抱いて窓辺に立っているのであるしかし この辺りの天候はあくまでも蒸気を逸している。さーっと音がしているかと思えばこれがいつの間にかザーっという響きに変わっている。そうかと思えば今度はゴーっと地響きを伴ったものにまで変化して灰色の空からは一本一本がはっきりと目に見える太い太い無数の雨の棒になり真っ白い膜になって地上を突き刺して回る。 これがいつまでも続く。雨宿りをしている人々もこれではさぞ困るであろうと思いながらいつしか新緑を忘れるしぶきを避けて窓を閉め論文の最後の章を書き続ける雨のことも雨宿りの人たちのことも頭から消えいつしか体全体が原稿用紙の中に溶け込んでいる。 ふと気づくと、雨は小ぶりになっているが、まだ止まない。この間数十分、いや、一時間も越すであろう。ここは目を保養することすら不可能な。描写には不適当な土地らしい。丸月丸日今日は節句である。 紺碧の空をあちらこちらに孫い日ごいが大空を我が物顔に遊泳するはるか向こうの青葉の美しいあたりに孫い2匹を誇らしく高く掲げたわら屋根の家が見える2人の男子ありという意味であろうか自分はきょうだい愛を知らない16の時に 私の母の虐待に耐えかねて家出したという十一違いの兄は今どこにいるのであろうか赤澤宗三郎の子息が私を訪ねてきたのは9時過ぎであった彼は老女に導かれて重い足取りで階段を上ってきた私は十条の間に渡航せに丹挫していた 十畳と四畳の部屋を仕切る襖は開け放たれ両側の3個の窓も窓の大きさいっぱいに初夏のすがすがしい朝風を静かに部屋の中に送り込んでいる階段を上りきった赤澤の子息は私を一別したまま突然に襲われたらしい何か異常な感動を押し隠しでもするような様子を彼の動作に明らかに示しながら じっっとそこに立ちすくんでしまった彼は私の存在をも忘れて狂ったように彼の目のみに全神経を集中させて部屋の内部を端から端まで突き刺すような鋭いそして注意深い視線で吐き回した赤沢さんどうぞ彼は私の声に初めて自分に返ったように たしかし彼の関心はなおもこの部屋にあるらしい彼は口を開くと失礼ですがあなたはこの2階を得意なものとお考えになりませんか建築様式の意味ですかそうですこの建物は家というよりも日本古来の蔵の形式をかたどっていますが民家の蔵といえば 外観にしろ内部の構造にしろその様式にはある定まった約束があると思いますこんな蔵はこの C 地方に一ついや日本全国を探しても他にないのではありますまいかこう言って彼は私の言葉を待たずになおも続けた私の父は蔵の二階に住んだことがあると私に話しました 私が聞かされたその蔵の特殊性は私が今ここで見るとおりなのですそうとすれば全てを総合して赤澤宗三郎氏がかつてはこの2階にお住みになったことがあるということになりますね私は冷然と微笑さえ表に浮かべ彼を見たそうですしかしこれは別の問題です ここれにについいいてはまままたたお願あががることがあるとと思います承知しましたでは今日のご用件をお終わりましょう赤澤の息子はしばしば彼の膝の上に視線を落としたがきっと表を上げると私をにらみつけるように私は父の恨みを晴らしたいのですどういう意味か私には分かりません 15年前にあなたは私の父を地上から抹殺しました殺害したとおっしゃるんですか警察も当時はそうした意見でしたしかし証拠は発見されなかったはずですそうです証拠があればあなたは15年前に講師台に登っています彼は口を閉じると 思いがけなくも早々と立ち上がったそして「私は機会を待ちます」「今までも待っていました」と言い捨てると大股に座敷を歩いて階段の下に消えていった丸月丸日赤沢宗三郎の子息は今日も姿を見せなかった。 あれからもう5日になる。彼の出現を待ち受けるようになった今の自分の心境を私は自分でも不可解に思う「丸月丸日昼過ぎである」「彼が見えた」という老女の言葉に私は階段のところまで彼を迎えた彼は無遠慮に私の目に突っ立ったまま 今日はお部屋の中を詳しく拝見させていただくつもりで参りました私は父がこの2階に住んでいたということを確実にしたいのですご研究のお邪魔はいたしませんよろしいどうかご勝手に行動ください私はこう言って論文の最後の数枚の執筆を続けた赤沢は4畳の部屋の隅の 二本の柱の前に正座するとそこに残された種々の傷を司祭に点検し始めた彼はこうした行動を静かに繰り返しながら私がとにもかくにも論文の原稿に「かん」と記した頃には私の机のそばの床柱の前に静かに座して同じ動作をいささかの疲労も見せずに続けていた 黄色い太陽の斜線がもう時間も大分過ぎたことを語っている「ありました」彼は突然に誰に言うともなくこう言ったそして私の方を振り向くと改めて「ありました確実な証拠がありましたこれで父が話していた蔵がここに違いないことが分かりました この床柱の横に釘のようなもので「木瀬相兵」と書かれているのが判然とわかります相兵は父の子供の自分の呼び名で木瀬という女は父を虐待してこの座敷楼に幽閉した後沿いの名前なんですその後沿いもまもなく気が狂いこの部屋で死んだそうです私は百戦の雷が 一時に頭の上に落ちかかってきたような衝撃を感じた頭の中の歯車が一つも残らずギギーッと不気味な音を立て出した赤沢さん急に気分が悪くなりましたので失礼します23日のうちに是非お越しくださいお話ししたいことがあります 私はかろうじてこう言ったままそこに倒れた丸月丸日朝から昼までそして昼から晩まで私は床柱の前に座ってかすかに浮かび上がっている 装備の文字を行使し続けている私の受けた衝撃はあまりに大きい私にはもう何を考える力も何を語る気迫もない私は今夜自殺するその前にこの手記に ある完全犯罪人の手記と題付けガラス瓶に封じ込んで大川に投じる私はこのすべての事実を闇に葬るべきか否かを運命の神の祭壇に任せたいのである。